おはようございます。今日はめちゃくちゃいい天気ですね。快晴です。はい、ということで皆さん改めておはようございます。今日の予定は何もありません。何も予定が入ってなくて、まあ、ただ個人的な予定としては朝ジムに行ってトレーニングして、あとはもう家に帰ってまったり過ごそうかなという感じです。で、明日ちょっとね、大きな、まあ、ビッグイベントじゃないですけど出かける予定があるので、まあ今日ね、いろいろ活動的に動いて疲れないようにしようかなと考えております。ただもしかしたら午後出かけるかもしれないですけどね。ただまあ今日はまったりする日なので特に大きい予定は入れてないです。あともう一つ、今日月末でね、朝ジム行った時にインボディって言って、自分の体重だったりとか筋肉量だったり体脂肪量とか体脂肪率を測定する日です。ちょっとね、緊張するんですが、一応先月末測定した時は1ヶ月間2ヶ月間でかなり成果を上げました。体脂肪率も2ヶ月でマイナス 3.3% ぐらいだったかな。脂肪量も減り、でその反面筋肉量が 1.4 キロぐらい増えたんですよ。この1ヶ月一生懸命トレーニングしてきて、食事制限もしてきて、全く数字が変わってなかったらどうしようっていう不安もあるんですが、ただが一生懸命頑張ってきたので変化があることを期待して、ちょっとドキドキですが自分の体のね、測定もしたいと思ってます。まあ、もし1ヶ月間ね、頑張ってきて仮に成果が出なかったとしても、変化が大きくなかったとしても、まあ、それはそれでしっかり事実を受け止めて、今後の課題にね、伸びしろとして次につなげていきたいと思います。しっかり数字と向き合うっていうのもね、大事だと思ってますので、とりあえず今から朝ごはんを食べてちょっと食休みしたらジムに向かいます。それではトレーニング前の栄養補給をします。はい、それでは今からジムに行きますので、ドリンクの準備をします。はい、完成です。では今からジムに行きます。それでは今からトレーニングします。はじめにインボディ測定します。トレーニング終了です。はい、ということで先ほどね、インボディ測定をしてきたんですけども、結論から言うと1ヶ月前とほぼ数字は変わりませんでした。まあ、ちょっと悪くなったぐらいですね。正直かなり悔しいです。まあ、かなり悔しい気持ちがある反面、ただ2ヶ月前3ヶ月前と比べると、もっと言えばデータとしてはないんですけど、そのマックス体重の時とか、もうめちゃくちゃ体脂肪率がついていた時に比べたらだいぶ成果は上がってるので、そう考えると前向きな気持ちにはなれるんですよ。まあどうしてもね、1ヶ月間で数字を伸ばす、結果を出すっていうのは、まあ、当然難しい時もあるし、いける時もあると思うんですけど、
かなり期待もね大きかったんで、ちょっと悔しい気持ちが勝ってますね。なので、まあ、その悔しい気持ちと、あとは、まあ、3ヶ月とか半年でなんとか数字を残してきた前向きな気持ち、そして自信、そして積み上げてきた習慣を糧にですね、また明日から翌月も頑張っていきたいなというふうに今現時点では思っております。やっぱりどうしてもね、ダイエット、筋トレ、片付けも貯金もそうですけど、成果が上がるときと停滞するときと、成果が上がらないとき、スランプに陥るときっていうのは必ずあるので、もう成果が上がってるときっていうのはもうほっといても成果出るので、停滞中のときとか成果が落ちたときにいかに頑張れるか、踏ん張れるか、諦めずに継続できるかっていうのがやっぱり成功の鍵なので、僕自身今がね正念場だと思って引き続き頑張ろうと思います。そしてこの1ヶ月間ね、その数字が伸びなかったので、いい結果が出なかったので、何かしら改善する余地があるんだろうなと、伸びしろなんだなっていうところで、まあ、食生活だったりトレーニングの量、頻度、トレーニングメニューだったりとかももろもろ含めてね、どんどん改善していきたいと思います。トレーニング後のご飯を食べます。朝ごはんですね。ホッケの塩焼き、ブロッコリー、15穀米納豆、卵かけ、キムチご飯です。いただきます。今日は本当にいい天気。それでは今から奥さんと出かけます。今から行くのは国立新美術館ですね。乃木坂駅から徒歩1分ぐらいにあるので、今から向かいたいと思います。到着しました。はい、到着しました。いや、この時点でめっちゃ綺麗ですね。なんかさすが美術館。こちらが結構映えスポットらしいですね。ちょっと上に登ってみます。すっきり空間。この形、デザインが美しいですね。反対側にも同じようなデザインの構造物があります。階段一つ一つも美しいな。こちらのお店でご飯いただきます。お昼ご飯食べます。サンドイッチとサラダとスープですね。奥さんはデザートを食べます。おー、はい、ということでこちらの国立新美術館めちゃくちゃ良かったです。ご飯も美味しかったです。で、今から六本木駅まで歩いて帰ろうと思います。さらば国立新美術館。いや、都会ですわな。いや、六本木はいい場所ですね。建物が綺麗だよね。いやー、綺麗綺麗。いろんな鯉のぼりがありますね。いやー、癒される。本当六本木の街並みは個人的に好きですね。品があって街並みも綺麗ですし、いやー、癒される。それでは帰ります。はい、ちょっと帰り際に美容院行きます。サウナ入ります。夕ご飯です。今日はスープ15穀米、あとは以前大阪に行った時にお土産で買ってきた天天の餃子食べます。右側が水餃子で左側が焼き餃子ですね。いただきます。それでは今日は寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。
今日もいい天気になりそうですね。はい、ということで皆さん改めておはようございます。で、今日の予定なんですけども、この後すぐにちょっと朝食をね、しっかりとってトレーニング筋トレに行きたいと思います。で、午前中は特に予定ないのでのんびり過ごそうと思います。で、午後からは奥さんと出かける予定があって、もう以前からずっと楽しみにしてたんですけど、アレグリアっていうそのサーカスを見に行く予定です。全世界を回っていて、で、日本に来るその期間限定のそのサーカスらしいんですね。もう奥さんもね、非常に楽しみにしていて、世界60都市以上1000万人を動員したということで、今回もですね、予約するときに数席しか空いてなかったんですよね。多分1日で何公演かするかもしれないですけど、僕たちがその予約するってなったときにもう数席しか空いてなくて、めちゃくちゃ人気なんだなって思いました。ちょっと午後のそのイベントを楽しみにしつつ、朝ごはんしっかり食べてトレーニングして、で、残りの時間はちょっとのんびり過ごそうかなっていう感じになります。それではトレーニング前にしっかり朝ごはんを食べたいと思います。コンソメスープとホッケの塩焼き、15穀米納豆卵かけキムチご飯です。しっかりね、炭水化物も取って、塩分も取って、ただ脂質少なめ高タンパクでいこうと思います。はい、ということで今からジムに行きますので、ドリンクの準備をします。はい、完成です。それでは今からジムに行きます。では今からトレーニングします。トレーニング終了です。はい、いつもはですね、トレーニング前の朝食として栄養補給としてバナナとオイコスだけだったんですけど、今日はね、初めて朝食をしっかり栄養バランスよく食べてトレーニングに臨んだら、やっぱり目も覚めるし体の調子がいいなって感じましたね。パワーも出るし、なんかトレーニングの集中時間も長くなったような気がするし、やっぱりしっかりね、朝トレーニング前にしっかり栄養補給した方がトレーニングのパフォーマンスも上がるなという実感があるので、まあ、今後もね、ちょっと明日からしっかり朝食取ろうかなと思います。今日もいいトレーニングができました。今から家に帰ってシャワーを浴びます。それではお昼ご飯食べます。右側がサラダチキンブロッコリーミニトマトのサラダ、左側が15穀米納豆卵かけキムチご飯です。いただきます。いただきます。いやー、いい天気。それでは今から奥さんとアレグリアに行きます。はい、お台場に到着しました。そうだね、目の前に見えますのはフジテレビです。
いや今日本当にいい天気で良かった。さあもうじき到着です。はい、ということで到着しました。こちらがアレグリアが行われるテントですね。並びいただけます。おーすごーい。はい、飲み物買いました。どうぞお茶を飲みください。美味しいですか。ではいよいよ開演です。開演したらねちょっと撮影はできないと思いますけど、フィナーレのところは撮れるみたいなので、いや楽しみです。有名な芸人さんらしいです。あ、夕日が綺麗。レインボーブリッジが見えてまいりました。はい、ということでアレグリア見終わりました。ちょっと寒いのでね上来たんですけど、いやもうめちゃくちゃすごかったです。迫力もあったし、あと女性のパフォーマンスはすごくなんか美しかったし、いやもう終始感動でしたね。こちらで夕ご飯食べます。厚切り牛タン食べます。いや夜景が最高に綺麗。いやご飯美味しかったです。それでは帰ります。ということで今日は寝ます。おやすみなさい。おはようございます。今日もいい天気になりそうです。はい、ということで改めて皆さんおはようございます。今日の予定はですね、午前中は特に何も入っていないので、この後朝ごはんをしっかり食べてトレーニングに出かけたいと思います。で、帰ってきたらのんびり過ごしつつ、午後からは人に会う予定がありますので、ちょっと身支度をして外出するっていう流れですね。今日の大きい予定はその午後の一つだけですね。人に会う予定があるっていう。で、今日はちょっと初めて行くところなので、もちろんその方にお会いするのも楽しみなんですけど、近所の散歩も楽しみつつ、電車移動も楽しみつつっていう感じで、非常にワクワクしております。今日はそんな感じの流れになってます。トレーニング前の栄養補給をします。朝ごはんですね、15穀米納豆卵かけキムチご飯とオイコス食べます。いただきます。それでは今からジムに行きますので、ドリンクの準備をします。はい、完成です。それでは今からジムに行きます。それでは今からトレーニングします。
トレーニング終了です。今日もいいトレーニングができました。お昼ご飯食べます。サラダチキンとブロッコリーのサラダですね。いただきます。それでは今から出かけます。ご利用ください。ということで到着しました。武蔵砂川駅です。今から約束した方にお会いします。いや、非常にのどかいいところですね。いや、自然が多くて癒されます。とりあえず5分ぐらい歩いたところに待ち合わせをしておりますので、しばらく歩きます。これは畑なんだろうか。すごいな、この広さ。なんか広い土地がたくさんありますね。広大すぎる。はい、では到着しましたので今から会いに行きます。いやー、眺め最高。ということで90分ぐらいお話ししてました。めっちゃ楽しかったです。それでは軽く散歩をしながら帰りたいと思います。はい、ちょっと電車が来るまで時間があるのでプロテイン補給をします。サウナ入ります。夕ご飯食べます。いただきます。ということで今日は寝ます。おやすみなさい。おはようございます。今日は雨です。はい、ということで改めて皆さんおはようございます。で、今日の予定なんですけども何もないです。今日はですね、ちょっとあいにくの雨なのでおそらく外出はしないかなと思います。ただ午前中はね、ちょっと朝ごはんこの後食べるんですけど、朝ごはん食べた後はジムに行ってトレーニングして家に帰ってきて、あとはもうまったり過ごそうかなと思います。ちょっと見たいドラマがあったりとかもしますので、今日は家でまったりする日かなと思ったりしてます。ただもしかしたらの、もしかしたらで午後から出かけるかもしれないですけども、まあ天候によって、あとはまあ僕だったりとか奥さんの気分によって変わってきます。今日はそんな自由な日ですね。ということで今から朝ごはん食べます。トレーニング前の栄養補給をします。朝ごはんですね。いただきます。はい、ということで今からジムに行きますのでドリンクの準備をします。今からトレーニングします。
トレーニング終了です。はい、今日もいいトレーニングができました。家に帰ってシャワーを浴びたいと思います。はい、それでは今からお昼ご飯を食べます。左側はいつも通りの15穀米納豆卵かけキムチご飯で、右側はホッケの塩焼きにブロッコリーミニトマトですね。いただきます。それでは13時になりましたので映画を見ます。さて、それではまたちょっと映画は途中ですが、今から本屋に行って帰りにサウナに寄って帰ってきたいと思います。それでは今からサウナに入ります。サウナ最高でした。夕ご飯です。コンソメスープ15穀米ハンバーグポテトミニトマト白滝のなんちゃらです。いただきます。それでは今日は寝たいと思います。おやすみなさい。はい、ということで今回の Vlog 動画はいかがだったでしょうか。この動画の最後にもですね、ちょっと僕が残したいメッセージを皆さんにお伝えしたいと思います。今回は何かと言いますと、お金持ちになるためのたった2つの思考についてお話ししていけたらなと思います。それはなぜかというと、投資ブームが2020年コロナをきっかけにやってきて、まあ、今ではだいぶ落ち着いてきたとは思うんですけども、やっぱり投資ブームもしかり、物価上昇もしかり、そのセミリタイアしたい、ファイヤーしたい、サイドファイヤーしたい、もっともっと副業や転職を絡めてね、収入を上げていきたいと、個人的にもなんか焦ってる人が多いんじゃないかなっていう風なのは感じているので、まあ、今回ね、そのお金持ちになるためのたった2つの思考を今回この動画の最後に皆さんにお伝えしようと思いました。まず1つ目はウォーレン・バフェットさんが残した名言をちょっと噛み砕いて、僕自身がちょっと要約したものを言葉としてね、皆さんにお伝えしたいんですけども、まあ、それは何かというと、急いでお金持ちになろうとしないこと、多くの人はゆっくりお金持ちになることをしない、多くは急いでお金持ちになろうとする、でも資産形成の王道は長期投資で複利効果を狙うこと、つまりゆっくりお金持ちになることです、というふうな名言を残しております。そしてもう一つですね、別のお金持ちの方が残した言葉を皆さんにご紹介します。お金持ちになるために一番大事なことは、資産になるものに投資することで、お金持ちになるためにやめるべきことは貯金してお金を貯めることである、という言葉を残しております。今回はこの2つの名言言葉をもとにですね、まあ、僕自身がどう考えて今までどう実行してきたっていうのを簡単にねご紹介できたらと思います。まあ、まず1つ目にですね、その今すぐお金持ちになりたい、稼ぎたいって思った時に、僕はこのウォーレン・バフェットさんの1つ目の名言を思い出しながら、まあそんな急にねお金持ちになろうとか、なんかそういうのじゃなくて、地道にコツコツと、遠回りかもしれないですけど、まあ例えば10年後とか20年後に資産をたくさん貯めれたらいいな、年収が上がったらいいなっていう考えになっていったわけですね。地道にコツコツもそうですし、急がば回れとか、地に足をつける、泥水をすする、現実に美味しい話、そこまで美味しい話はないから、もう自分はコツコツやっていこうみたいに、その地に足をつけてね、地道に頑張っていこうっていうふうに思って今までやってきました。やっぱりその例えばですけど、1ヶ月で収入年収が何十万何百万アップするとか、投資で年利 10% 以上とかね、確実に儲けますとか、確実に成功しますとか、まあ、そういう美味しい話って世の中にないわけで、やっぱりその世の中の成功してる人とか、しっかりとその投資
で、資産を築き上げてる人っていうのは地道にコツコツね、本当に大変で、しかも最初の頃ってあんまりリターンって出ないから退屈だったりとか大変だったりとかするけど、結局そのコツコツ地道な努力を続けた結果、複利効果でそのウォーレン・バフェットさんがおっしゃるように長期期間でね、そのお金持ちになっていくんだよっていうことを皆さんにお伝えしたいんですよ。なので結論、その急いでお金持ちになろうとか、急いで年収アップしなきゃとか、急いで投資して短期間で5年10年でファイヤーしたいとかサイドファイヤーしたいっていうのはあまりよろしくなくて、まあそれって結局やっぱり投機になりやすかったりとか、その投資もねやっぱり損失が出たりとかしやすいので、一番大事なのって、投資において一番大事なのって損しないことなので、やっぱり長期目線で複利効果を狙ってね、徐々にお金持ちになっていくことっていうのが僕自身やっぱり一番大事なんじゃないかなって思います。そしてもう一つですね、二つ目の思考で、まあお金持ちになるために大事なことは、その資産なり得るものに投資して、そのお金を貯める現金、預貯金として貯めていくことは、あまり良くないっていう言葉なんですけど、まあ僕自身もこれまで8年間でいろんなものに、まあ投資してきたというか、その資産になるものにお金を使ってきたんですよ。それは別に金融資産だけではなくて、自分自身もそうですよね。自己投資だったりとか、あと、まあその3作目の本とかで書きましたけど、自己投資だけではなくて人脈投資だったりとか、自分のお仕事、事業に投資する事業投資だったりとか、金融投資ですね。なんかそういうふうに、自己投資、人脈投資、事業投資、金融投資っていう風に、徐々にそのお金の周りを大きくしていくというか、サークルを大きくしていくことによって、徐々にその資産が膨れ上がっていくんですよ。まあ、資産だったりとか、年収だったりとか、年商だったりとかね。で、この辺もやっぱりそのバランスだったり、順序っていうのが大事で、で、これは例えばですけど、まだまだその稼ぎが少ないのに、金融投資、にそのお金を回したところで、まあ微々たるお金だから、そこまで将来的には大きいお金資産にもならないわけですよ。もちろんね、投資するっていうのは大事なんですけど、だったらまずは自分っていう資本に投資して、例えば自分のね希少性だったり価値を高めて転職するなり副業したりとかしてね、その徐々にその年収だったり副収入を得て、まあ人脈投資だったり自分の事業にお金かけていけば、どんどんその金融投資の方にお金を回していけるから、まあ、将来的にはかなり大きな資産が溜まっていくから、まあ、そういう順序ってすごく大事だったりとかするんですよね。あとバランスだったりとか。で、僕自身もまだまだ現金が多いんですけども、焦って急いでね、その投資する理由はないし、ウォーレン・バフェットさんの言葉通り、僕自身はゆっくりコツコツと地道に、そのバランスよくね、自分への投資もしかり、人脈投資もしかり、自分の事業に対する投資もしかり、金融投資もコツコツやっていって、まあ、将来的にはまあ大きな資産になればいいなっていうのは考えとしてはあるんですよね。で、さらにもう一つ、その延長線上で皆さんにお話ししておきたいのが、結構これ僕の中で大事にしている考え方だったり生き方なんですけども、未来のために今を耐えるのではなくて、未来のために今を楽しく生きるっていうのを僕は大事にしてるんですね。つまりこれどういうことかというと、やっぱり世の中の焦ってお金持ちになろうとしてる方とか、焦って年収を上げるとか、焦って副業を成功させようとか、焦って資産を構築しようとしてる方っていうのは、今を耐える生活をしていて、かつ今の生活だったり人生の何らかの大切なものを失ってるんですよね。例えば仕事仕事ってなっちゃえば、例えばご家族だったり友人だったりとか、もしかしたら健康面とかをね、ないがしろにしてる可能性があるし、で、気づいた時にはもう失ってる可能性もありますし、人によってはちょっと婚期を逃してしまったりとかね、その、例えば女性の方であればもうお子さんを授かれない、産めないお体、まあ、年齢まで達してしまったりとか、そういう20代、30代の時にしかできないことだったりとか、得られないことっていうのがあるわけじゃないですか。だからそこは、目先のお金だったりとか収入だったりとか資産構築に目がくらまないようにしなければいけなくて、だからやっぱりゆっくりお金持ちになることっていうのがすごく僕は大事だと思うんですね。なぜかというと、そのゆっくりお金持ちになっていけばいい、長期的に見て、さっき言った自己投資、人脈投資、事業投資、金融投資をコツ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 地道にね、そのサイクル、お金の周りを回していけば、複利効果で徐々にその資産が膨らんでいくわけですよ。だから未来のために
今を楽しく生きることもできるし、お金が貯まった未来でも楽しく生きることができるから、めちゃくちゃバランスよく生きることができるなっていう実感があるんですよね。だから僕は急ぐ必要はないし、で結果的にあくまで僕の例ですけども、そんな風にそのバランスよく投資したりとか、もちろん運とかその時代の流れっていうのもありますけども、まあ、うまいことね YouTube が跳ね上がったりとか、本を出版させていただいたりとか、その影響力とかもね高まってきたりとか、まあ、もろもろ含めて、まあ、ある意味その運よくその資産収入だけで生活できるようになりまして、かつ、まあ、こんな風に YouTube でねその労働収入とかも含めてある程度まとまった資産だったり収入とかも得られるようになったんですよね。だからその僕の個人的な今の例だけではなくて、その世の中の SNS では例えば20代で何千万円貯めたよとか、私は今年収いくらだよみたいな、その人と比較できるようなその数字的なデータっていう世の中にたくさん出てくると、やっぱり焦っちゃったりとか、私もそうなりたいと思って結構焦って急いでその年収をね上げるとか資産を構築したいって焦る気持ちもわかるんですけど、まあそういう方は結構多いと思うんですよね。だけど、まあ、個人的にはぜひ皆さんにはその焦って資産を蓄えよう増やそうとか、年収を焦って急いで上げようとするのではなくて、地道にコツコツっていうのが意外と近道だったりとかもしますし、今の生活今の人生を楽しむことにもつながるから、ぜひねそんなライフスタイルを皆さんに送ってほしいなと思います。今しかできないことだったりとか、今しか得られないことだったりとか、今しかできない体験とかっていうのをね、その失ってほしくないなと。お金以上に価値あるものってあるし、資産構築以上に、仕事以上に価値あるものってねあるので、そういうものを大事にしながら徐々にゆっくりゆっくりね、それこそ皆さんが50代とか60代になった時にまとまった資産が構築できればいいので、例えば毎月ね2万円3万円貯蓄する、投資に回すだけでも将来的には30年後にはね福利効果でかなり大きな何千万っていう資産が貯まるので、まあ、コツコツね、やってみてほしいなと思います。ぜひ一緒に頑張っていきましょう。ということで今までのお話をまとめると、急いでお金持ちになろうとするのはやめましょうと。資産形成の王道は長期投資で福利効果を狙うこと、ゆっくりお金持ちになろうとすることっていうのがまず大事であると。そしてもう一つ大事なのは、お金持ちになっていく上ではやっぱり資産になるものに投資しなきゃいけないと。自己投資、人脈投資、事業投資、金融投資ですね。で、逆にお金持ちになるためにやめるべきことは貯金して現金を貯めることだということです。ぜひ皆さん参考にしてみてください。ということで今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。